皆さん、こんにちは。本日は、数2の二次方程式の解の符号についてやっていきたいと思います。数2の二次方程式の解の符号。こちら、入試で出るレベルになりますので、頑張ってついていってください。それでは始めていきます。では早速いきましょう。AX 事乗プラス BX プラス C イコール0。こちらの判別式を D、2つの解を αβ をするときに、αβ が共に正だった場合は D は0以上。 アルファプラスベータは0よりも大きい。アルファベータは0よりも大きいとなります。こちら、異なる2つの解っていうふうに言われている場合は、イコールなしにしてください。D 大なり0。注意してください。では次ですね。アルファベータが共に負の場合、D が0以上。これは異なる2つの実数回で条件なので変わりません、えー。アルファプラスベータが0よりも小っちゃい。アルファベータが0よりも大きい。ここの条件だけは変わってますね。 で、αβ が if 号の場合は、αβ 掛け算して0よりもちっちゃいよっていう条件だけで OK です。つまり、この問題を解くためには、D 判別式と α プラス β、αβ の3つの値を考えればよいということ、こちらを注目していただければと思います。それでは、例29入りたいと思います。二次方程式は、異なる2つの正の解を持つような K の範囲を求めよう。 はい、えー、今回 A が1、B がマイナス K、C がマイナス K プラス3。はい、判別式使うときにこれをしっかりと使っていきましょう。この方程式の2つの解を αβ、判別式を D と置くとどうなるかと言いますと、はい、結局は条件として D は0よりも大きい、α プラス β は0よりも大きい、αβ2 つの解の掛け算は0よりも大きいとなれば OK です。 では実際に D 計算すると K 次乗4、K 事乗マイナス4かける、マイナス K プラス3。こちら計算すると K、K プラス6、K マイナス2。これが0よりも大きければいいですので、K はマイナス6よりもちっちゃいか2よりも大きいというふうにすることができます。では続いて、えー、まあ、こちら、まず一つ目の条件でいきました。はい。また α、α プラス β っていうのは、マイナス1分のマイナス K が K。これが0よりも大きければいい。二つ目の条件。 アルファベータ、これも同じように計算していくと3よりも小さい。あとは、はい、この3つ、ね、共通部分どこかなっていうと、ここの2から3の部分というのが答えというふうに出すことができます。では、次に例30の問題をやっていきたいと思います。2次関数と x 軸は異なる2点で交わり、その x 座標が共に1よりも大きくなるような定数権を求めようということですね。こちら、2次関数と x 軸、y イコール0ですので、結局は、はい、まあこの式イコール0について考えれば OK です。 で、これ、はい、結局同じようにね、2つの解を αβ で判別式を d とすると、はい、まず d、これが0よりも大きいという条件。あとは、まあ α、α プラス β、両方1よりも大きいんで、2よりも大きいですが、まあ、こっちの方がわかりやすいかなと思います。α-1 プラス β-1 が0よりも大きい。あとは、両方1よりも大きいなので、1引いた状態でも0よりも大きくなりますよね、ということで、この3つの式が成り立ちます。 はい。で、今回は、はい、えー、X の係数が2、偶数になってますので、えー、2 ×ス k つまり、こういう式になりまして、はい、4分の d、計算してってやっていくと、はい、えー、こちら、k 事乗が20よりもちっちゃい。つまり、k は、-2 ルート5から2ルート5とすることができます。では、続いてですね。はい、α プラス β。α ベータはとりあえず計算します。で、そしたら、今回計算したいのは α、α マイナス1プラス β マイナス1。 これ計算すると、k、k-2 が0よりも大きければいい。つまり、k は2よりも大きい。で、あとは掛け算。同じように計算しますと、はい、結局これ k 次、k 事乗 -2,k-8 が0よりも大きい。はい、こういう風になりますので、k は -2 よりもちっちゃいかよりも大きいという条件になります。では、この3つの式ですね。今出ましたので、はい、これを図で書くとこんな感じ。つまり、ここの間、はい、4から2ルート5の部分というのが答えになります。 それでは、問23と問24やってみてください。どうぞ。では、早速、問23の解説から行っていきたいと思います。今回は、異なる2つの負の解ということですので、まあ、まずはこういうふうに計算していって、まあ、判別式 D と置いていって計算します。で、計算すると、こういう風になりますので、えー、0よりも大きいということで、マイナス5よりちっちゃいか1よりも大きいという条件。また、2つの解アルファベータと置くと、アルファプラスベータは0よりもちっちゃい。 この条件 α、α プラス β っていうのはこういうふうに示すことができますので0よりもちっちゃい。計算して、k はマイナス1よりも大きい。あと αβ 同じように計算すると、k は3よりもちっちゃい。はい、この3つの条件を全部満たす何かと言いますと、1から3というふうにすることができます。では続いて、カッコ2に関してですが、カッコ2は正の解と負の解を持つ。つまり αβ が0よりもちっちゃい。ここで αβ が0よりも大きいときが3よりもちっちゃいってなってますんで、この逆ですよね。 k は3よりりも大きいといとう答えになりますでは続きまして問い24の解説です。こちらも同じように、まあ、判別式 D2 つのガラフェベだといううに置きます。で、そしたら今回は、まあ、また同じように、はいえー、判別式 D 計算すると今回は A イコール 1B' がマイナス A プラス 4C は 2A とできますので、まあ、4分の D で計算ができまして計算すると、はい、A は2よりもちっちゃいか8よりも大きいとすることができます。 で、えー、また、結局はこの二つのプラスマイナスについて考えていきたいんで、えー、まアルファプラスベータ。まずこれ、計算して、アルファベータも計算する。で、足し算した。今回は、二つの解がともに2より小さいですので、0よりも小さい。で、計算すると、A は6よりも小さい。で、掛け算したものは、結局、マイナスかけるマイナスはプラスですので、0よりも大きい。A は10よりも小っちゃい。 あとは1から3、計算すると、はい、共通部分 A は2よりも小さいとすることができます。では続いて、カッコに行きたいと思います。はい、カッコに結局は1つの回が4より大きくて、他の回4よりも小さい。はい、掛け算して0よりも小さいって条件で OK ですね。計算すると、はい、A は8よりも大きいという答えが出てきます。皆さん、いかがでしたか この問題って結構一発で覚えるのって難しいことですので、まあ、だんだんと理解していただければなっていうふうに思います。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。